明治安田生命 J2 リーグ第39節、2位のアビスパ福岡と15位スウェーデン金沢の一戦です。今試合開始のホイッスル、左から右に攻めるネイビーのユニフォーム、アビスパ福岡。金沢落ち着いています。フローリー、もう一度福岡、ファンマボロモタリアシュート、ゴールキーパー白井防ぎました。スムーズじゃないですよね。ここちょっと窮屈さを感じますよね。はい、渡辺にロングボール通りました。ホドルフォからもう一本渡辺、中には3枚、杉浦シュート、決めた。今シーズン8点目、制限金沢先制。一方先制を許したのはアビスパ福岡。ダイレクトのシュートですけども、まあ、シュートとしてはこう面を作りながらこう当てるだけというシュートですけども、やっぱここに入っていくフリーランニング、ボールの質ってところ。ゴールの前に3人ほど固まってニアに来た、中央落とし、ヘディングシュート、2点目。奪ったのは石尾、金沢に来て初ゴール、今シーズンの初ゴール。一方2点目奪われたのは福岡。まあ、福岡が高さがあるので、ところでここ反らしたところでボールを折ったところでフリーな選手が入れるというところですね。まあ、少しこうデザインされたボールでしたとし、ここの入り方、ボール、藤村のボール、ニア、高橋シュート、セランテス素晴らしい反応を見せました。サロモンソンから中央、道具のスクローリー、ゴールキーパーしか出てきた、対応前、ナイスキーパーですね。上島シュート打てるか、遠野、サロモンソンもう一本低いボール、シュート打って決まった、1点返した、1点返しました。田辺壮太、今シーズン初ゴール。もしキーパーとディフェンスの間に入れてくるんじゃないかなってところが多分金沢の選手を持ってましたけども、はい、ダイレクトのボールがつながっていく、遠野、サポーターからは大きな投資、その遠野から左サイド、田辺低いボール、遠野は決まった、遠野の同点ゴール、2対2、福岡追いつきました、今シーズン9得点目。こう左サイドを使うっていうところをイメージしながらこのボール運べた、でここのグランダーのところのクロスも遠野に打ってください、で少しこのキーパー、藤村のコーナーキック。いや、ファーサイドヘディング、捉えた、追加点は許しませんでした。ここで長い笛、素晴らしかったですね。